このクラスはすごい漢字の点数がすごい悪いから、一応ね、まあうんこ漢字ドリルとか入ってるけど、まあね、みんなでそんなね、勉強できないと思うから、先生がマンコ漢字ドリル考えてきたから、うん、これみんなに配っていくから、うん、斉藤ちょっとみんなに配ってくれる？先生、荷が重いです。このマンドルでみんなで勉強すれば、絶対漢字テストは良くなるから、マンドルでしっかり勉強してくれ。荷が重いです。みんなに配って。マンコ漢字ドリル。小説や本などで使われる擬音ですね。これオノマトペと言います。オノマトペ、うん、例えばぬめぬめ、おぬらうわぬらうわて、てらあいてらえろ。じゃあ、おしべとめしべをくっつけてみてください。はい、セット、ちょっと俺のめしべちょっと持ってくんない？ん？なんで？ちょっとうまく受粉させたいから。は？いい？うん。みんなこの前さ、うん、高橋のカバンの中見たらさ、テンが入ってたの。マジで？あいつ超バカじゃん。な、いや、今時簡単に作れるじゃん、あれぐらい。え？いやいや、片栗粉と水1対2の割合でさ、沸騰させた水の中に片栗粉溶かして棒状のもの突き刺しておいて置いときゃさ、勝手にテンがなんじゃん。あ、うん、でまあそれか、紙コップの中にスポンジとゴム手袋をいい感じにセットしてシャンプーとか垂らしたらさ、いい感じにテンがなるでしょ。な、え、お前作ってんの？え？いや、普通作るでしょ。先生、はい、これ宿題の小説です。あー、よく書いたね。はい、頑張りました。小説書いたのは初めて？初めてですね。あー、じゃあこれが斉藤の処女作だ。あー、処女作？処女作だね。すごい。いや、でも処女作俺がもらっちゃってごめんね。あ、いや、大丈夫ですけど。うん、はい、いやー、でもいい処女作だよ、これ。はい、うん、処女作よく書き上げたね。ちょっと、やっぱりあげたくないです。え、なんで？すいません。いやいや、斉藤の処女作ちょっと見せてよ。これは私のなんで。あ、そう。あ、そういう年頃か。峰、ごめん、ティッシュ持ってる？あるよ。あ、マジ？ちょっと貸しておくれない？あ、いいよいいよ。ありがとう、ごめん。え？これ8回しか使ってないから。ああ、ちょ、え、新しいやつ、新しいやつない？え、新しめのやつ。え、新しめじゃなくて4回しか使ってない。ちょ、新しいやつ、新しめじゃなくて。これ角残ってるから。キモいキモい、角キモいキモい。新しいやつ出して。新しいやつ。新しいのはさすがに無理。何、どういうこと？さすがに無理じゃない。角残してるから。めっちゃキモい。いや、無理無理無理。角使えてる。いいいい、トイレ行ってくる。角あるから。トイレ、いい、大丈夫、トイレ行ってくる。いい、もったねえから。マジでキモい。マジでトイレ使えて。先生、トイレ行ってきます。使えよ。さよなら。さよなら。私、先生の秘密知ってますよ。ん？ん？なら。今日はですね、なんとこの学校の有名人、 OB の有名人に来ていただいてます。それではどうぞ。ありがとう。すごいね。どうも、 AV 男優の峰です。見たことあるかな。あ、僕ね、実はこの学校出身なんだよ。うん、いや、すごいいい顔してるね。すごいいい顔してる。
まあね、この英語大学目指したのはね、まあこの学校でのね、いろんな出来事がきっかけになってるから、ぜひね、みんなもこの学校にいる最中にいろいろ学んでほしいかな。うん、こういうのね。じゃあ何かミネさんに質問があるよって人。誰かな、誰かな。